役ですので、はい、まあ、ずっとこう、まあ、怒ってるわけですよね。でギャーってこう切れてるシーンが多い中で、まあ、私よく切れる役っていうのはサブスク的にやらせていただいているんですけれども、サブスクで、はい、やらせていただいているんですけれども、今回その中でもやっぱ尺的にものすごく叫んで切れてるシーンが多くてですね、まあ、本当に自分の心身ともに戦いといいますか、オーディションの時にフランス語で歌ってくれっていうのも当たり前のようにですね、当日パッと言って、まあ、言われてしまい、まあ、それにも必死に食らいつくようにですね、歌ったんですけども、まあ、自分の中でこれがマックスかなみたいなところで提出したところ、まあ、無事はい、参加させていただけるようになってよかったなと思ってますけども、すごい新しい体験の連続でございました。はい、オーディションでこう自分の声をこう取って送らせていただいて、まあね、これでいけるっていうふうに言っていただいて、でちょっと僕トレーニングとかした方がいいですかって聞いたら、いや山里さんもそのままでブースに来てもうガーフィールドに声を上げるだけで十分ですというふうに言っていただいて、あ、そんな自分はすごいのかななんて思って臨んで取るんですけども、ちょっと今の違いますねっていうのが何回もあって、話と違うじゃないかと思いましたね。